こんにちは、みずきです。今回は私の巻き髪の方法をご紹介していこうと思います。はい、ということで、これ今ね、何もしてない状態の髪の毛です。本当に毛先重めのパッツンって感じの髪型なんですけど、髪の毛を切ってからの巻き方をリクエストしていただいたので、今から実際にやっていこうと思います。はい、まず使っていくのはこちらです。ヘアビューロンの 34mm。まずスイッチを入れて、温度を一番高めの180度に設定します。で、アイロンを温めてる間に髪の分け目とかを決めていきます。使ってるのはこちらのブラシです。これで七三にするのかセンター分けにするのかっていうのをその日の前髪の状態とかを見ながら決めていきます。はい、そしたら次はこちらマシェリのカールセットローションを使います。まあ、セット前のローション使う時と使わない時があるんですけど、ちょっとね固めたい時、キープさせたい時には使ってます。これを髪の半分から下にシュッシュッと振りかけます。そしたら温度がね結構上がってきたので140とか160を超えたあたりからこちらを使って巻いていきます。顔周りはまずこのくらい手に取ります。そしたらこんな感じで、顔周りは外巻きで巻いていきます。で、巻いたものをちょっと引き伸ばします。で、ちょっと指で溶かします。そしたら次また同じくらい取って、次は内巻き。で、下にスッと、そしたらこれも伸ばして溶かします。で、次はまた外巻き。本当ブロッキングとかもせずにこういう感じで私はやってます。結構ね、ガチガチに巻きたい方は、ブロッキングした方がいいかなとは思うんですけど、緩めのふわっとした巻き髪がいい方はこんな感じでいいと思います。外打ち外打ち、これね巻いてる時にたまに忘れるんですよね。で、巻いた直後の髪の毛ね、すごく熱いので、こう髪の毛がねちょっと冷えたのを確認して触る方が安全かなと思います。これだけでもね結構変わりました。私昔からね髪の毛を巻くときは本当半分くらいしか巻かないんですよ。私もともと頭ねそんな小さい方じゃないので、この辺巻くとすごいこう頭が大きく見えるんですよ。なので私は頭の方は巻かないようにしてます。はい、左側がこんな感じで巻き終わったので、次右側、前髪も一緒に行きます。まず顔周りは外巻きですね。この時ちょっとこう顔を斜めにして、コテも斜めにして、こんな感じで巻いてます。で、私後ろの髪の毛はねそんなにしっかり巻いてないです。なんかこう見えてる部分はしっかり巻いて、後ろは本当に緩め、さっと巻く感じです。
はい、もう本当にこれだけです。で、最後の微調整はこの顔周りなんですけど、コテのスイッチをオフにします。で、オフの状態でちょっとカールを足したい部分とかを少量で巻きます。私はいつもこの辺かな。これをちょっと取って、この少量だけは結構上まで巻きます。で、もうすぐスッと、はい。で、これも手ぐしをして、前髪ももうちょい邪魔なので、はい、こんな感じでパーマっぽいちょっと緩めの巻き髪が完成しました。はい、という感じで今回は私の巻き髪の方法をご紹介していきました。もう本当に緩い簡単な巻き方なんですけど、ここから下しか巻かないので基本的に失敗することがないです。1回に巻く量がかなり少ないとまたでちょっと違った感じになってくるので、まあそこは好みかなと思うんですけど、私はこんな感じで自然に巻いてます。この巻き方は結構湿気が多い日でもやってるんですけど、なんかこう巻きが取れてきても全然目立たないので、その点でもすごい扱いやすい髪型かなと思います。はい、ということですごいね簡単ではあったんですけど、気になった方はぜひやってみてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では